芝居でいたしまする幽霊、青い火が先に燃えたあれを俗に幽霊火と言います。見物が声をおかけになる。気の早い方は青い火を見ただけで、この間火事を見た音なんで殴られましたが、どこで殺された幽霊も化けるとみんな東京弁でがすね。あれ大阪言葉や何かじゃ怖くないでしょう。幽霊が優しすぎてね。恨めしおまっせ、わてほんまに恨めしんだって。生きかわり死にかわり恨みを腹さで起きまへんでアホらしい。これじゃどうも凄みがない。また下総言葉でもおかしいでしょ。俺恨み引いてからほんのは恨みしててくにもいねん。生きかわり死にかわり恨みを腹さで他にいるこの狐でやろう。幽霊が喧嘩しそうで、播州しめじの皿屋敷お菊の亡霊が今もってここに出るという評判。年の若い者が七八人行ってみると、なるほど、お菊が出て一枚二枚とやりますが、九枚まで聞くと立ちどころに死ぬというので、六枚ぐらい聞いては皆逃げてくる。ある工業士がこれは面白い、これを工業にしたら定めし儲かるだろうと願いをあげますと7日間の許可を得ます。さて初日を挙げてみると、いや来るわ来るわ連日満員という。放送局でもぜひ中継をしたいと6日目に全国へ幽霊の実況放送と決まりました。当日はもう午前中に大入り客止めという盛況でですね、だんだん夜も更けてくると何万と入った客も水を打ったようにシーンとして、午前1時55分放送開始というので、アナウンサーがスイッチを入れる。ゼイオーバーケイ、ゼイオーバーケイ。お待たせいたしました。こちらは播州しめじ皿屋敷より幽霊の実況放送でございます。さて幽霊界において最もその伝統を誇るお菊の幽霊、近年ますます好調を示し一段のものすごさを加えてまいりました。さてまた場内の模様を申し上げますと、正面に古びた井筒、それより約1メートル右手に柳が1本、幽霊には最もふさわしき柳の木、その後方は樹木うっそうとして昼なお暗き皿屋敷、今まさに牛水時、人間滅滅としてその不気味さは妖秘まさに人に迫るものがございます。早朝より押しかけた数万の観衆は固唾を飲み毛穴をそばだて井戸をじっと見守っております。いよいよ幽霊の現れるのもこう数秒のうちに迫ってまいりました。ただいま打ちましたのが2時の鐘、このサイレン鳴り終わると同時に幽霊の出場でございます。ただいま井戸から陰火燃え上がっております。盛んに青い火が燃えております。いよいよ幽霊出る模様でございます。あ、井戸からスタートいたしました。実に恐ろしきものすごい形相、観衆を回らずちゃっと悲鳴を上げるほどのものすごさ、見物席からふれふれ幽霊お菊への声援。いよいよこれより皿の数取り、どうぞ全国の皆様マイクロフォンを通してお菊の放送をお引き取りを願います。2枚。いやーいやー、まっことだから、どうでやは、くんだりは見物いやでも無理もねやだこれ。おとえ黙っててこのバカ野郎。いよいよ身長を極めて皿の数は5枚、あ、ただいま6枚を数えました。あと余すところ7枚、8枚、9枚の3枚、いよいよラッキーセブン。場内ざわめいてまいりました。出口の方へ観衆先を争ってもみ合っております。早く出なければダメで、早く出るっちゅうわ。右口聞いてればジロリンの根源、じられなくても出るっちゅうわ。おらいっけえとダメだっちゅうに。8枚。早く死ねえば落ちんじまうな、情けねえ。出るっちゅうに。9枚。10枚。11枚。早く出るっちゅうに。12枚。13枚。あ、お菊13枚と数えました。いよいよ延長、ただいま16枚、17枚、18枚と申しました。どうやらこれで終わった模様でございます。見物皆どやどやと控えしてまいりました。おい、ちょっくらお菊さんは待ってもらえて。組の皿がはズミやりば殺されなくともおめえよかんべやねん。ほんでは18ミリとはバカなことほかにやもんだな。わからないね。
明日の晩休むんだよ。